XV-3 飛行試験中のベル XV-3 ベル XV-3 はアメリカ空軍及びアメリカ陸軍が行うコンバーチプレーン技術の共同研究プログラムに使用するためベルヘリコプター社が開発したアメリカ製ティルトローター機である。翼端に搭載された2枚ブレードのローターは胴体に搭載されたエンジンによりドライブシャフトを通じて駆動される。 そのローターは垂直から水平まで90度傾けることが可能であり、ヘリコプターのように離着陸でき、かつ通常の固定翼機のように高速で飛行できる。初飛行は1955年8月11日であった。その性能は限定的であったものの、ティルトローター構想の実現に成功し、1958年12月から1962年7月にかけて、 ヘリコプターモードからエアプレーンモードへの変換を110回言った。XV-3 プログラムは1966年5月20日、風洞実験装置で発生した事故により、最後の機体が致命的な損傷を被ったことから終了となった。XV-3 プログラムから得られたデータや経験は、その後のベル XV-15 の開発成功に大きく貢献し、 ベルボーイング V-22 オスプレイへの道を切り開くことになった。コックピット翼端に装備されたローター1951年、アメリカ陸軍及びアメリカ空軍はコンバーチブル機プログラムの開始を宣言し、その設計を航空機製造会社に要請するレップを発刊した。1953年10月、2機の試験容器を製造する開発契約が、 ベルヘリコプターとの間で締結された。軍における元々の名称は、XH-33 であり、その機体はヘリコプターに分類されていたが、その後、コンバーチプレーンに分類されることになり、XV-3 a と名称が変更された。1962年に、XV-3A へと名称が再度変更され、その際、V は V トールを意味するものとされた。 設計主任は、ボブリヒテム及びケニスウェルニッケであった。XV-3 初号機は、1955年8月11日に、ベル社のチーフテストパイロットであるフロイド・カールソンの操縦による初飛行に成功した。1955年8月18日、ローターに動的不安定が生じたことによるハードランディング事故が発生した。ベル社は、この問題の改善を図り、 地上試験を経た後、1956年3月29日に飛行試験を再開した。飛行エンベロープは順次拡張されたが、1956年7月25日、同じようなローターの不安定が発生した。1956年9月末、飛行試験が再開された。1956年10月25日、コックピットが強烈な振動に見舞われ、 テストパイロットがブラックアート状態になって墜落した。振動が発生したのはローターシャフトが垂直から前方方向に17度傾けられた時であった。その機体にテストパイロットとして登場していたリックスタンスベリーは重傷を負い、機体は修復不能な損傷を受けた。ベル社は2号機の XV-3 のローターを3枚ブレードから2枚ブレードへと回収し、 十分な確認を行った後、1957年7月18日に中エームズ航空研究所の風洞実験装置での試験を開始した。1958年1月21日、2号機の飛行試験がベル社の施設において開始された。4月までの間に飛行エンベロープが時速126マイルまで拡張され、 完全なオートローテーション着陸及びローターパイロンを30度前方に傾けたトランジションモードでの飛行が行われた。1958年5月6日、パイロンを40度前方に傾けた際にローターが不安定になる事象が新たに発生し、再び飛行停止となった。1958年10月、飛行再開に向け、エイムズの風洞実験装置において、 さらに多くのデータが収集された。その風洞実験の結果に基づき、ローターの直径が縮小され、主翼構造が補強されて、ローターの制御が強化されることとなった。1958年12月12日、ベルシャの施設において、XV-3 の飛行試験が再開された。百五十八年十二月十八日、ベルシャのテストパイロットである、ビルクインランは、 動的に安定した状態での完全なエアプレーンモードへの変換に初めて成功し、1959年1月6日、アメリカ空軍のロバート・フェリー隊員は、ティルトローターの飛行形態の変換を行った最初の軍人パイロットになった。XV-3 は、1959年4月24日に、ベルシャの施設における飛行試験を終了し、エドワーズ空軍基地へと移送された。 1959年5月14日、軍による XV-3 の飛行試験が始まった。少佐に承認したロバート・フェリーは、1959年5月から7月にかけて行われた飛行評価に関する報告の強調者として、固定翼、ティルト・プロップすなわちティルト・ローターは、デザインに改善の余地はあるものの、実用的な回転翼機である、と述べている。 各軍主との統合試験を完了した XV-3 はエイムズの施設に戻され1959年8月12日フレッドドリンクウォーターが NASA テストパイロットとして初めてティルトローター機のエアプレーンモードへの完全な変換を行った1961年8月8日アメリカ陸軍少佐、EE、e. クルーバーは陸軍パイロットとして初めて ティルトローター機を飛行させた。1962年7月までエイムズでの試験を続けた NASA 及びベル社は、ティルトローターにおけるピッチーフラップ間のカップリングを研究するための風洞実験を完了した。この研究は、空力弾性によるローオーターの動的不安定という、このプログラムを通じた問題の発生を予測し、回避するためのものであった。1966年4月、 ベルヘリコプター社の空力学者である R ホール博士は、XV-3 プログラムの分析結果を公表し、その中で、ティルトローター機のパイロン異常振動に伴う動的、不安定について説明している。NASA は、ホール氏の見解を確認するためのコンピューターモデルを開発するため、AMs の40フィート80フィートの風洞を用いた、風洞実験の実施に同意した。 その最終試験が完了しようとしていたとき、翼端部の不具合により双方のローターが損傷し、XV-3 及び風洞実践装置に大きな被害を生じた。1966年6月14日、NASAAMS 研究センターは、XV-3 試験の終了を発表した。XV-3 の総飛行回数は250回。 総飛行時間は125時間であり、その間に完全な飛行形態の変換に110回成功した。国立アメリカ空軍博物館に展示されている XV-354 から148号機1966年の末唯一残った XV-3 である54から148号機はアリゾナ州通村にあるデビスモンサン空軍基地に運ばれ、 屋外に保管されることになった。1984年、展示飛行のため、アラバマ州のフォートラッカーを訪れたベル XV-15、飛行試験チームが、アメリカ陸軍航空博物館に保管されているその、機体を発見した。1986年12月までの間に、元ベル XV-3 技術者である、クロード・レイベンズ・バーガーが中心となり、陸軍の支援を受けながら、 機体の修復を行ったが、その後、分解されて屋内に保管されることとなった。2004年1月22日、54から148号機は、テキサス州アーリントンのベルプラント6に運ばれた。2005年、ベルヘリコプター社の従業員たちは、元、XV-3 技術者であるチャールズ・デイビスの指導を受けながら、54から148号機を、 博物館で展示できるレベルまで修復するための作業を開始した。54から148号機は2年間の修復作業の後、オハイオ州デートンの国立アメリカ空軍博物館に運ばれた。2007年、ポストコールド・ウォーギャラリーに展示された54から148号機は2011年現在、研究開発ギャラリーに展示されている。 XV-354 から148号機出展、ナサモノグラフ 17& エディファイル、ボリューム2、ナンバー1、初言性能。ありがとうございます。